はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、マントル高校投手ですね、やっていきたいと思います。で、マントルはね、まあそもそも自分もまだ全然回数をこなしてないので、今回は、まあ、マントル高校での立ち回りをちょっと確認しながらやっていきたいと思います。で、まずはデッキの画面で、まあ千丸ついてるけどこれは絶対活かしきれない。で、デッキの画面でちょっと、確認していきましょう。まずは金徳、シナリオ金徳ですね。これが4つあるんですけれども、これを取る方法、まず1つ目がシナリオキャラを入れて活気をマックスにするということで、まあ投手なんでね、シナリオキャラ道江くん PSR プラグをお借りして、活気をマックスにして金徳を1つ入手していこうと思います。まあ、次に道江くん見てみますか。投手ですね、得意練習はコントロールと球速で、テーブルの方がまずコンコツがあります。で、コントロール上限アップも持ってます。で、固有も持ってます。で、練習効果アップは20つきます。で、タックは60ですね。まあ、タック60ちょっと弱いかなっていう感じはするんですけれども、練習効果アップ20がついてるんで、まあかなり強めにはなりますね。で、そこに技術ボーナスがついて、まあ、骨イベボーナスも 120% ついて、レベル50になると精神ボーナスがさらに6つくというような形になりますので、テーブル的にはもう相当強いですね、 PSR の、道江くんで。コツの方が打たれ強さ、伸び、重い球、逃げ球ということになります。で、もう一つ、2つ目の金徳の入手の方法が、3箇所ね、石を枯渇させるということで、これでも金徳が、取れます。で、3つ目に関しては、貯蔵庫をね、マックスにして1つ潰すということになります。で、4つ目が、同じく貯蔵庫なんですけれども、これを3つマックスにして潰したときに、金徳が手に入るということになりまして、で、貯蔵庫の、作り方なんですけれども、まずは採掘場を建設するということで、採掘場の設計図の入手方法は赤骨を踏むということになります。赤骨を踏んだときに、採掘場の設計図が手に入って、で、その採掘場をレベル2に上げると貯蔵庫の設計図が手に入るという形になってます。なので、ここはね、かなりコツの発生がかなり、重要になってきます。で、まあ、これで貯蔵庫1つ潰すんですけれども、レベル2の貯蔵庫を2つ併設すると、欲しい石の貯蔵庫の設計図が手に入りますので、これで3つ目の、貯蔵庫をゲットして、潰していきたいと思います。で、今回の編成に関しては、欲しい石の入手方法が休むコマンドになりますので、ちょっとね、欲しい石が2つ出てきた時には、欲しい石回収のために休んでいきたいと思います。で、ちなみに相棒キャラがいればね、遊ぶコマンドでも、欲しい石が手に入りますので、まあ、相棒キャラを入れれば、そこでも回収ができるので、かなり効率は良くなると思います。で、あともう一つ、心石ですね。心石はデートをしてゲットする形になりますので、今回サンタサナちゃんを、連れてきてます。これはマネージャーキャラじゃなくてもデートができれば大丈夫なんで、選手兼彼女キャラで、全然問題はありません。で、今回サンタサナちゃんを連れてきたのは、金徳でね、街道を取りに行こうと思います。道江くんね、金徳全部で3種類あるんですけれども、道江くんで最初に街道を入手して、最後にデートでサナちゃんから街道を入手して、で、いわゆる二次徳と言われる新街道ですね、こちらの方をちょっと取っていきたいなと、思っております。と、あとですね、まあ、その練習経験点を稼ぐために重要になってくるのが、いわゆるダイナマイト練習に、なってきます。で、ダイナマイトの設計図も早めに入手したいっていうのと、ダイナマイトを作るためにはこの心石とかもね、必要になってきますので、早めに彼女イベント、告白イベントか起こして、で、ちょっと欲しい石と心石、これを、早めに貯めていきたいと、思います。で、石的にはやっぱり宝石を結構使うと思うので、まあ、練習ね、得意練習によって何の石くれるとかっていうのは、決まっているんですけれども、宝石はスタミナですね。で、得意練習が2つあるキャラに関しましては、メイン、まあ、いわゆる左側に書かれている、
練習が適用されますので、スタミナ練習はね現在ちょっとアーサーしかいないので、まあ、そこがきついところかなと思います。まあ、一応そんな感じで、進めていきますか。あとはなんかやりながらということで、で早速コツが来ているんですけれども、赤コツなるみかで、なるみは得意練習変化球になりますので、これは丸石ですね。で丸石はやっぱりね結構溜まりやすいと思います。変化球練習がどうしても多いんで、だから丸石はそんなに気にしなくてもいいんですけれども、どこだろうねちょっと分かんない。で最初は鶴橋と購買部が手に入って、丸石、まあ、立てるだけ立てておく。あ、欲しい石3つ来てる。これはちょっとやろう。で一応施設を見ていきます。で空き地が6個、ここに、手に入れた設計図で石を使って、建設していくんですけれども、石は6種類、丸石、雫石、宝石、亀石、星石っていうのかちょっと分かんないんだけど、星の形をした星石で、一番右が心石ですね。で購買部じゃなくて、ちょっと活気が左下にあると思うんですけど、この活気は、まあ、まず施設がどれだけ立ってるかっていうのと、あと施設のレベルが、高ければ高いほど活気は上がっていきます。でまあ購買部とかね道具を作ってくれるんですけれども、あんまり早く作りすぎると、1ターンごとにね石の消費があるんで、稼働2って書かれてるんですけど、2個ずつね、石を使っていくんで、あんまり早く建ててもちょっと石が足りなくなっちゃうということがありますので、まあ、少し、時間を置いてから建てていきましょう。なのでまずは丸石採掘場、これを目指していきますか。で雫石、宝石、亀石ですね。で練習をちょっと、そうか休むのか、見ていくんですけれども、球速は雫石がもらえて、コントロールが亀石もらえて、スタミナが宝石もらえて、変化球が丸石で、守備が雫石で、メンタルが丸石というような形になってます。得意練習もこれに準じてます。でここで4種類しか出てこないんですけれども、その星石と心石は、練習では手に入らないですということなので、積極的に来たら回収していきます。もう休もう、チュンチュンしてくれ、ついでにむしろ不眠症みたいな。まあ、体力はねマックスになったので、体力がほんと減ってる時に寝れないときついんだよね。じゃああとはまあ石だよね。石とサナちゃんの評価も上げていかなきゃいけないんで、選手兼彼女キャラは4つまで上げないといけないんで、そこがきついんですよね。ということで、そうだ忘れてた、よく忘れるんだけど友達スタンプ持ってきてるんだ。マネージャーがいるわけじゃないのでお守りは持ってきてないです。でサナちゃんはね、サンタサナちゃんの場合は評価さえ上がってれば最悪告白イベントが起きなくてもクリスマスで絶対彼女にできるんで、まあ、そこがいいところ。 OK、 これ結構つらい。で青の時は、まあ、メダルが手に入るということなんですけれども、 6% か、亀石は欲しいんだよね。回収しときますか。どうやって潰せるものが今何もないんで、重い玉とかね直取りしたい。あ、来ちゃった。まあいいや。であと設計図の入手方法に関しては、建設するとランダムで1つ手に入ります。え、これなんだ、どうすればいいんだ。やばい、通常イベントがわからん。体力が減ったけど結構経験点高いし、臨床ポイント30も手に入るんだ。まあ、多分成功失敗があるな。でここはさすがに寝ないといけないんで、まあ、宝石も足りてないから寝ておきますか。チュンチュンにならない。喋らなきゃいけないことはね多分いっぱいあると思うんですよね。でモグラ、モグラはあんま気にしなくていいと思うんだよね。別にモグラがいるから練習しなきゃっていう感じではない。で一応施設を見てみましょう。だから立てていらないやつ、石が余ってれば立てて壊せばもうそれだけで設計図が一つ手に入るんで、まあ、やはりそれをやってもいいと思います。丸石立てておく必要、一応。はい、レベルアップ
に関しても設計図が必要になりますので今は持ってませんと。どうしようかな、まあ、雫石も結構手に入るし、サナちゃん評価上げていきますか。臨床ポイントはね、サナちゃんもイベントでくれるんで、まあ、割とね溜まっていくと思います。励ます。結構体力減ってんな。高バイブ2つか。高バイブだらけだな。だここでねダイナマイトをいかに早く手に入れられるかというのがやっぱり重要になってきますね。 56% さすがに死んじゃうんで、まあ寝ることにね完全なるデメリットがあるわけではないので、同衛くんか、欲しいな、これ同衛は欲しい。いいか、やろう。あ、しまった、重い玉潰してない。サナちゃんの評価も上がるしね。はい、来た。で、亀石手に入れましたね。で、レベル2にするってことは2つ手に入れなきゃいけないんですよ。あ、これね結構いいイベントでしてないってやる。でそうすると確定でいいやつが手に入りますね。序盤に来てくれたのはかなりでかいかな。あ、で星が来てるか。でちなみに星ってさ全部で何個必要なのかっていうのも分かんねえから把握してない。でとりあえず亀石の採掘場は建設しておきましょう。でそうすると、まあ、これがね勝手に一旦ごとに増えていくというものになります。で青骨はまあ別に微妙なんだよね。ここはじゃあ寝るか。てか早めにちょっと、あ、来た来た来た、ようやく不眠症治った。え、どうしようかな。体力回復でお疲れを狙ってもいいんですけど、まあ、タイピンは結構欲しいんだよな。クイクトとかでも敏将はなんかちょっと結構あるね。エール、なんで偏ってんだこんなに。おお、亀石行こうか。まあまあまあ。で宝石がやっぱり足りてない。宝石が足りてないけど虹谷だけか。ちょっとな、だったらあるところ回収しておきますか。で鳴海のイベント、これは通常イベントか。どうしようかな。一番上調子安定ってなんか割と手に入るようなものでもあるんだけど、埋蔵レポートとかねちょっとよくわかんないんだよね俺。少量、埋蔵量が少量になってる。でまあここはタックもあるし、サナちゃんもいるし、まあ、虹谷コツがあるしもらっときますか。監督もいるし、経験点悪くはない。ただのタックにしてはよし、コンコツ。まあこういうのはしょうがない。で道上くんのこだわり、これが金徳ですね。一緒に練習しましょう。進んできます。でまた星か。どうなの個数的には。虹谷、サナちゃん、サナちゃんも丸石なんだよね。ただ死んでしまうんでこれはさすがに寝ましょう。なんだこいつ本当に不眠症でもないのに。でここで金徳が分かれていきます。そっとしておくと闘志の上位金徳闘魂に行くんですけれども不確定で、指摘するにするとさらに選択肢があって、力強さでカイドウで、繊細さで低め精密機械になります。で今回はカイドウを取りに行くんで上でいきます。まあ、これは両方とも確定ですね。でまた星か、地かアーサーか。宝石もなんか欲しいは欲しいよね。2段階目にできてないっていうのがちょっとあれだけど、まあ、アーサーの評価源プラス宝石の設計図を回収にいきます。輝かしき記録、これは下。あ、そうそうそう、ここでね評価上がるんだよね。で11月に入ってるってことは1回サンサナとちょっと練習をしておきたいんだけど、施設宝石建てますか。建てられるよね。ほい、一応3つ丸石どうする。一応まだあっていいか。
勾配部、勾配部も立てるだけ立てておく。じゃあつるはしもね重要なんすよね。どうしようかな、勾配部立てちゃおう。ちょっとわかんねえ、立てていいんだか悪いんだか。で宝石足りてないから寝よう。割と寝てるよね。あ、来た、告白でデートならいいよ。偏ってんな設計図が。あ、早っ。街道で、街道はもうマジで伸びのコツがないともう取るのがきつすぎるんで、ダブルタックか、まあやっておきますか。これ得意練習入れれば入れるほど練習場所の石が潤沢になるんで、でここはちょっと漫画にしとこう。これは何がいいんだ、一番上にしてみよう。筋力か、あと技術ね、足りなくなる可能性がかなり高いんで、ちょっとコントロール上限アップもしかしたら狙えないかもしれない。あー、サナちゃんちょっと練習しておきたいんだよね。道江くんか、重い球は取ったけど伸びは絶対欲しいからね。上限プラス4だし絶対無理。牽制はまあ取っておくか。で重い球、いやもったいなかったな重い球。伸びは最低でもやっぱり3が欲しい。逃げ玉か。でこれは何、分かんねえ、とりあえず一番上にしとこう。でタッチ虹谷、サナちゃんいるな、やろう。サナちゃんはね11月の1週以降に練習をすると、練習後のあれが手に入るよね。手に入んねえし、悲しいクリスマスイベント。やっておきたい気がするな。12月、コツが手に入るんでね、やるとやっておいてクリスマスを迎えると、これかなりいいよね。イベント的には体力も回復するし、ラップワンになるし、これで練習ができる。またあ、虹谷のコツは掴んでおきたい。ちょっと待ってね、これもう施設とかどうすればいいのこれ。とりあえずレベル上げとく、これもレベル上げとく。丸しいっぱいあるし、わかんねえや。あともう一個だな。でダイナマイトがないから、まあ、ないはないで、だってしょうがないよね。ダブ三振で丸石の設計図か。そうか、貯蔵庫丸石、作ろう。よくわかんないけど、いや経験点もでかいし、伸び骨も入るし、対左打者も入るし、サナちゃんは本当にいい。で潰せるものを潰しておきますか。とりあえず奪三振、逃げ玉、カチューとかも取っとこう。火消しとかね。でどうすればいいんだ、貯蔵庫建てますか。あ、そうだ、心、そう、貯蔵庫で心石が結局必要になるんで、メンタルがあるけど、どうしようかな、ラブパワー中だからな、まあ、もったいないはもったいないんだよね、ここでデート挟むのは。回収するか。この程度の練習だったらやっぱりでもスルーした方がいいのかな。ダイナマイトに全てをかけるということで、もう大吉だ。ちょっと待って、心石、あ、待って待って、設計図が来てるからこれは見ておく。あ、虹谷のコツか。虹谷のコツもマジで欲しいからな。丸石、ただ丸石はもういいんだよね。2でプラス2のマイナス2、もうプラマイ0か。5レベル3にするのも今の段階だとどうなんだろう、わかんねえ。デートしよう、ちょっと心石確保しよう。2個、
サンタサナちゃんはマジ経験点も高いからね。これ上にしてポーカーフェイスで、設計図が来てる。なるみか、なるみもあれだからね。どうする、ちょっと施設だ。ちょっと待って、心石ゲットしたからこれで丸石がいける。ちょうどこうで、3個ずつ補充していくのか。これでプラマイゼロだから、まあでも練習で丸石は手に入っていくでしょう。丸石設計図いるか、練習が微妙だな。なんかこれといってほしいものもないし、今のところは。一回デート進めておこう。3回くらいはあらかじめ進めておきたいよね。で、これは感動的なプレイ。打たれ強さ、あ、いいね。打たれ強さ潰しちゃうかも。あ、ダイナマイト来た。で、おかしいにしておいて、ちょっと経験点を見ていきましょう。打たれ強さ取っちゃう、1で。で、少しコントロール D くらいまで上げておきますか。で、急速上げておこう。対して筋力止まってるわけじゃないけど、144には持ってけんね。あと変化球、何上げとく、スライダーでも上げとく。7まで伸ばします。で、スタミナ、なるみの方か。こっちは虹谷か。どうしようかな。コツ的には虹谷がいいよね。あと施設、それダイナマイトをゲットしたんで、ダイナマイト工房を作るのにまたこれ心石が必要になるんですよね。まあ、作っておきましょう。で、これで宝石をね3つ消耗していくんで、どうしても宝石が必要になる。ただ宝石これ12345か、結構でかいな。どうする、コツ的にはちょっと虹谷欲しいんだけど、意思的にはこっちが欲しい。悩むな。コンコツは3でしょ、最低限はある。で、脱産も一応手に入れたから、いいや、こっちでちょっと石でいこう。マントルだから。キレ、手に入った。そうか、こいつもキレがあるのか。で、この星が今8個あるじゃないですか。8個で足りんのかな、なんかよくわかんねえや。でもう一個の要は採掘場の設計図がないんだよね。ここ経験点それなりにあるな。いいや、取りに行こう。でここは別にモテモテになる必要はないんで真ん中でいいでしょう。2月の1週はまたバレンタインが控えてるから練習ができる。あ、ここでも打たれ強さ手に入ったね。そういえばだったら練習できねえじゃん、体力減ってひどい。宝石5、まあ、だったらちょっとお出かけしとこう1回。これで3回目。印象ポイントが手に入ります。で、バレンタインです。まあ、経験ってかなりいいですね。さて、道上くんか。どうするかな。まあやっておきますか。コツは欲しいんで伸び、一応タッチカーもね伸びは持ってるんで、まあまあまあ悪くはない別に。まあ、立川はちょっとね、コツの数が多いんで、まあ、一応サブで入れてるようなイメージ。アーサー来たね、やろう。で、ここ星があるけど、星1個なんで、これはもうこっちですね。もう変化球練習とか見てないけど、もうこれはアーサー一択。こいつは本当にコツをくれない、そもそも。急速コツなんかさ、全然もらったことないんだけど、アーサーから。よし、
知っとくだけ。あ、ダイナマイトが来てるね。ちょっと見てみますか。あ、経験点はいいな。まあこれより全然高い経験点が来るんだけど、どれくらいの経験点が来たらこうダイナマイトやるべきなんだろうね、ちょっとわかんない。でダイナマイト、これ2箇所あるんですけれども、要はその2箇所光らないとダイナマイトが発動しないんですね。でその関係で、得意練習は2種類持ちの方が、強いということになります。でなるみさ入れてきたけど、よくよく考えたらさ、守備でダイナマイトが発動したらさ、これ敏捷ポイント大量に入るじゃん。なんかちょっともったいないね。でやらないけど、だなるみちょっと微妙だった。なるみ2種類あるじゃんって思って入れてきたんだけど、で何を取りに行くか、300、まあ、400、500くらい、筋力、技術、変化球、ちょっと急速でいくか。その前にちょっと施設で、これ溜まったんで、溜まって取り壊します。溜まって取り壊した時に経験点が手に入るんだけど、ちょっと待って、貯蔵庫を2つ併設しなきゃいけないんだ。そういえばそういえば、だから丸石何気に足りてねえな、12個か。これはちょっとお取り潰しして宝石、違う、待って、何言ってんだ、宝石をレベルアップさせて、貯蔵庫が手に入るんで、これもったいないけど置いとくでしょ。丸石はまだ、じゃあちょっと持っておいて、ここはこれでいこう。体力が減ってきているんで、これ何がいいんだ、真ん中にしよう。OK、 ここでも打たれ強さ手に入るじゃん。で宝石の貯蔵庫が手に入りました。でアーサーに関しては、下金属を取りに行きます。普通に打たれたけど、で変幻自在で、また一応ダイナマイト発動してるんで見てみると、まあそんなだね、そんななので全然いいやん。でスライダーを7にしておきましょう。で2種類目もゲットしていきますか。カーブでいいや。で球速はじゃあ140-152に1回上げておいて、コントロールは5になってるんで、まあ、B くらいまで上げていきますか。で街道がだからやっぱり重すぎるんだよ。3で取れてんな、ありがたい。そういえばだけど、キリも取っておくでしょ。ドクター K も取っちゃっていいよね。まあ、これでも千丸がついてるからね、千丸ついてこれだからね。で何するのかっていうと、だからこれ取り潰して、宝石の貯蔵庫で、宝石の貯蔵庫を作って、一旦これでいいのか。でお出かけしてデートでしょ。これでなんだっけ、欲しい、ここでも打たれ強さ、なんか打たれ強さばっかだな。でここで欲しいしの貯蔵庫が手に入りましたと。でちょっと待って、でそこから欲しいしの貯蔵庫が手に入ったんで、これはもう貯蓄限界になってるんで、これを切り替えます。で何切り替えるのかっていうと、欲しいしの貯蔵庫、はい。あー、ごめんごめんっていうか、てかすげえ慣れ慣れしい感じになっちゃったけど、ちょっと待って、あ、ポイント見れなかった、すいません。あのポイントが手に入ったんすよ、あの連打しちゃったけど。で何のポイントだっけ、変化球とか、変化球っぽいよね。そう、変化球のポイントが手に入りましたということで、ちょっと貼っつけときます。であと欲しい石が要は何個必要なのか、でマイナス1で3ターンか。あ、欲しいし、もうこれだけあれば大丈夫そうだね、多分だけど。てか欲しいし、あんまり狙いに行かなくていいや。練習だけ見ておきましょう。堂部くんの、だ堂部くんはマジでコツが欲しい。あと伸びだけ、伸びがないとマジ無理だよ。逃げ玉取った、当たり強さ取った、あと伸びだけだ。ちょっとこれコツ狙いに行きます。よこせコツを。
よし、伸び。これで伸びとカイドウを回収しちゃいましょう。で、OK です。みなぎり活力。おにぎり、おにぎりも結構なんかいいんだよね。で、何するかっていうと、だからここでカイドウを取りに行きます。ほいほい。あー、まあ3だったらね、まあ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 まだ大丈夫だよね。で、これで33、44。あー、まあまあまあ、やっぱり4だな。あー、で千丸があるか、5と同じか結局、まあ、そう考えると偉大だよね、センス丸っていうのは。まあ、今回ちょっとねこういうところで来てしまったけど、これはヒゲだ、だだだだーということで新街道をゲットいたしました。ちょっと筋力がないから103か、大して重くはないんだね新街道って。で、一応これが来てる。なるみくん同上、これどっちがいいの。結構さ、ちょっと石溜まってきてるよね。ちょ、石のね吐き方が分かんないんですよ俺。どうやって石を吐いていくか。酸化、宝石足りなくねっていう。宝石少量、1個しかないんだけど、もうこれで枯渇しちゃうのかな。え、そしたらどうすればいいの。まあいいや、分かんねえ、分かんねえけどやろう。敏捷、丸石採掘場はいらない、教えてください。で、ここで試合、まあ、先発にはなったんで下でほったらかしにしましょう。だ、宝石あと何個必要の。ダイナマイトも今レベル1だからね。お、投げ切ったっぽい。で、変化球も意外に足りてなくないっていう。体力が下がった、ひどい。で、一応これでレポート見ながら、埋蔵量、急速少量、潤沢潤沢潤沢、3つ無理っぽくないこれ。少量少量少量、急速コントロール、スタミナでなんとかしなきゃいけないのか、もうここまで来たら。あ、で埋蔵、これがいけるんだけど、ちょっとポイントだけ。あ、そうそうそう。で、ごめん、さっきあれ飛ばしちゃったんで、何の金徳が手に入ったかだけですね。これ金縛りですね。金縛りの金徳が要はお取り潰しをして手に入ったということになります。なので縛りがねあるとだいぶいいんですけど。で、一応使うものは使っていこう。カーブカーブカーブ、そこから。で、これをちょっと潰しちゃいます、もういらないんで。で、何にしようかというと、何にしたらいいのわかんね。丸石採掘場、丸石だから、あー、でも8個か。どうすればいいんだ。鶴橋か、鶴橋にしよう。で、これで取り壊したんで、ポイントが手に入って2つ目で鶴橋で、鶴橋は設計図がないからあげらんねえ。これでいいかな。丸石が若干なんか予定外だな、足りなくなってきてる。 26% 無理だよ。デートはだって終わったもんね。休むか。ちょっと宝石1個だけど、鶴橋をゲットした。いらん、あ、いるんだ鶴橋、いる。あ、ダイナマイト練習が来てる。いや、微妙微妙微妙、これはやらないでしょ。だったらちょっと丸石が足りないんで、これを取りに行きますか。で、ちょっと鶴橋はレベル上げときます。で、レベル2にするといい鶴橋が、次設計図で手に入るんで、まあ、雫石はそれなりにあるんで、亀石も大量にあるということは、ちょっと急速練習をして、
石を回収する。くまなく観察して、でいいツルハシで、これはどうなの、いいツルハシを作った方がいいの。ダイナマイト練習来てますね。変化球来た敏将に来た。こんなさ敏将100超えそうなんだけど、これさ本来だったらなんかあんまりやるべきじゃないよね。ちょっと少ないな、300いってないもんね。300いってないんでこれもスルーだな。まあ、埋蔵量がどれだけあるかっていうのとかも関係してくるんで、ちょっとここはスルーして石を取りに行きますか。ちょっとモグラがいるし、お取り壊しもしよう。でこれは精神で、精神はどうなの今、577。ちょっと使っていくか、深海道取っちゃおう。精神を使うもの、ポーカーフェイスだったらやっぱ投資だよね。あとなんかある、火消しも一応取っておこう。みなぎる活力、精神使うね、取ろう。で金縛り用の敏将ポイントはね、まあ大丈夫なんで、縛りだな、なんかで入ったような気がするんだけど、ちょっと分かんない、通常イベントとかで。でこれはだ、ここレベルが高い方が活気がないんだよ今。活気がこれ上げるとさ活気増えるかな。あれが足んねえ、石が足んねえ、丸石が全然足んねえわ。ちょっと亀石がレベル1、宝石はレベル2、ダイナマイトはしょうがないからちょっとこれゲットしに行こう。石をゲットしに行きます。で左上の精神が残っちゃってるんですけど、活気を上げたいんでそのままにしておきます。いや、こういう選択肢が合ってんのかどうかっていうのすら分かんない、俺的に。精密機械をゲットしました。で施設で、ちょっとこれのレベルを上げよう。でそうすると活気がマックスになりましたと。これもう一旦置いとかなきゃいけないの。ちょっと宝石8個はいで、先手必殺ですね。これは、消え、こっから博士やりてえけど、無難に行こう。で、ここで博士成功すれば相当良かったと思うんだけど、ちょっと逃げました。動画なんで。で、これも取り壊します。で、取り壊して何にする？いいツルハシにする？おにぎりにする？ちょっと待って、丸石も足りてないんだよね。だから丸石結局これレベル3にしちゃったから、意外に丸石足りない。いや、いいツルハシにしよう。で3つ目取り壊しましたので、超尻上がりを取りました。でいいツルハシで、活気は下がっちゃったけどそれはしょうがない。で宝石がだからここでまた2個減ってくんだよね。でこれは7月の終わりまでは発動してくれるんで、採掘がだから、スタミナか石か、こっちへ行こう。何にも枯渇してないよね今。でいいツルハシか、これ何、誰、どうえでいいやん。根性で変化球、まあ一応それなりで丸石が手に入るか、やっとこう。もう一回ちょっとなんかダイナマイト爆発させたいよね。モグラが来てる、どこ、メンタルか。ちょっと余りすぎでしょ、石が余りすぎでしょ。そもそもだこれいらないんだよ、もう遅かったな。ちょっと技術メダルこれにしよう。でも上げてこう、ちょっと上げてこう、ちょっと技術足りなそうだから。で宝石はちょっとあった方がいい、ここでも減るしね。雫はまあ大丈夫、丸はまあこのままでいいか。亀が多い、じゃあ一回ここは、あれこれ、あそうか、メダル持ってるからか、100にも入るんだ。
ちょっと寝ときたい、寝ときたいっていうか回復しときたい。ダイナマイト、ダイナマイト、ここで来んの？でダイナマイト練習も来てるし、メンタル微妙、スタミナ、あーもうこれはここで行こう。枯渇寸前、これで枯渇するかな。精神がちょっと余り気味になってるんで、根性骨をさっき取ったから根性を掴んでいきますか。超尻上がりも結構あれなんだよね、精神掴んだよね。で根性を取っちゃいます。じゃあこれでダイナマイト練習、まあ400、500、600弱かにはなってるんでやりましょう。ここはでコントロールが全然上がってないんでね、あと1ヶ月で2つ枯渇させなきゃいけないんでしょ。いや無理だな、これなんだわかんねえ、どういうんでしょ、入れてるから。あ、縛り手にあった、これか、これ覚えとこう。これで縛りのコツが入るんだ。で6月残り2ヶ月か、と縛り取っちゃおう。じゃあ金縛り11があればまあまあまあだね。先手必殺はなんだこれ、取っていいのか、なんかコツ手に入ったっけ、わかんねえ。精密機械低めはサナちゃんか、サナちゃんのコツが来てないんで、だから枯渇させるとしたらもうこの2つだよね。でちょっと待ってね、やっぱ宝石が足りてない、宝石3つも使うのか、これあげらんないよね。だってでさっきダイナマイト使ったからここでも宝石使うでしょ、でこいつも宝石使うでしょ、いいツルハシ、これ雫だからまああって、ちょっといいツルハシあげちゃおう。宝石が1個あった不足してる、宝石稼ぎに行かなきゃいけないけど、技術のメダルを持ってる人がいるんで、意思的にはこっちが手に入るけど、ちょっと宝石欲しい、技術も欲しいから、すごいいいツルハシ、これはいいや、ほっとこう。これ何がいいの、軽そうなやつにしとこう、なんか重いやつとか、なんか成功失敗みたいなのがありそうだし。でコツ変化球タッチか、まあまあそれなりだな、宝石マジでねえや、確実に足りてないな。でだから石、まあ最後ね経験点になるとはいえ余らせておくのもなんだかなっていう感じなんで、ここでちょっとダイナマイトってレベルアップできるけど、宝石が全く足りてないからね、そもそもこれもレベルアップさせちゃおう。もうよくわかんねえや、宝石の採掘所だ絶対必要、もう全然足りてないから。あーちょっと待って、枯渇を狙いに行くか、だって次多分練習できないよね。3箇所枯渇か、少量の1個下があったよね多分、105 90くらい入るか、でも技術はこっちにしよう。監督結構いるな、おにぎりダイナマイトで、おにぎり持ってるとね回復するんで、ゲー、これどうする、やるか、枯渇寸前 12% やろう、これちょっと、でで、あとはだからちょっといけるか、コントロール、あと101にはなった、ちょっとこれは勝負かけます、ほいそうだよねそうなるよね、これ言ってればまあまあまあ結構でかかったんだけどな。で星があと1個、堂江くん、まあ、変化球はいいや、ほっといて、あー100か、でかいな、枯渇寸前だしやろう。これで復活しました。で最後の7月、これでちょっとスタミナをガンガンいくか、そのためには今日寝よう、宝石だし今日は寝ます。あと3回練習して枯渇するかどうかだね。でここはちょっとちゃっかりチャンスで、もうさっくりきます、さっくりと、その前にあげとこう。
てカーブカーブ、なんか変化球3種類欲しいな。あ、変幻自在と取っとかなきゃいけないんだ。で精密機械でしょ。あと設定一つも取ってねえし、まあいいや、よし行こう。まあここはね普通に。さてそこからこのレポート見てもさ、枯渇少量潤沢とかしか、まあ、ここに載ってるのと同じだよね、言っちゃえば。まあ いや技術のメダルが効いてるんでやろう。スタミナはまあこれでちょいちょい上がっていくよね。でどうなの、なんかわかんない、枯渇寸前になってる。経験点とか結構こっちいいんだけど、ちょっと枯渇を最優先にしよう。はい、これで枯渇してくれるよね、なんかなんとなく。よし枯渇した。でさらなる力を身につけることができた。勢いよ。で対円卓戦ピンチャンでいこう。でそうすると精神がまあまあまあ微妙な感じだな。149しかない。精密は取っておきますか。金徳を優先して取ろう。息をよ、結構変化球を使うんだね。筋力余ってんね。そうするとまあいいや。あぶねえ、ピンチャンじゃなかったら負けてたわ。ここで喧嘩すんのかよ。で一応ダイナマイトメンタル来てんな。やるだけやっとくか。最後サナちゃん、低めはもう取っちゃったんだ。そういえばもったいなかったな。でここで余ってるものが経験点に変換されます。じゃあとはもうタックを見つつなので、ワンタックかちょい微妙だな。メンタルやった後2回練習するか。でもういいや、これで。アーサーのさよなら男が火を吹いたんだけど。でタック、コントロール、変化球はワンタック、うんだったらコントロールだな。さてちゃっかりでいきましょう。もうここは変化球な。先発だとやっぱ3球種は欲しいんだよね。ちょっと厳しそうだけど、経験点的に。先手必達はあれか、変化球使わないのか。一旦コツはこんなもん、対左を1個取っておきますか。ほい、なんか俺さ打順が2番だったんだけどさ、なんで意味がわからん。さて最後一応コツきつつ変化、堂部くんやろう。筋力技術精神か、ここもいいや。ちゃっかりオクトスモークとかね、すげえ打ちづらいんだけど俺的に。で対左は1でいいでしょう。あ、クイックが取れねえや。せっかくコツ取ったけど臨床が微妙にない。変化球3種類にしておこう。どこまで伸びるかちょっと微妙だけど、3とかになっちゃうかな。とりあえず優勝。あとどこまで伸びるか。てか経験点そもそもどうだったの。どうしようかな。一応先発にしておいて中継ぎもつけようかな。でさなちゃんエピローグ
ここでね、のびこつくれるんだけど、もう新街道を通る関係で、この最後ののびこつは捨てですね、完全に。一応1万は超えたくらいか。やっぱ爆発力が足りてないよね。爆発力が足りてないのと、石の使い方が多分そんな良くなかったと思うんだよね。なんか結構、余らせてた石とかあったから、そこら辺をうまく経験点に変換していけるような使い方ができれば、かなり伸びると思うんだけど、ちょっとまだまだ全然なんで、とりあえずまあ金徳をね取れたっていうことは良かったかな。104まで上げちゃおう、せっかくだし。スタミナは A にしておくか。でだからあと変化球、フォーク、微妙に3ね、3にするのに。で、どうだ、中継ぎ適正って、あ、いけんな、抑えは無理か。球速が上げられんな。ちょっと変化球もう少しさばきたい。何か球持ちとか結構バランスよく、これバランスよく余ってるからね。ジャイロボールはいらねえな。対強打者か。変化球でもドバッと使うやつない、そんなの。球持ちでも掴んでおきますか。じゃあ球持ち掴んで、リリース掴んで、あとジャイロボールがいけるっちゃいけるな。あ、内角もまああるのか。制圧、あ、タイピンね、タイピンちょっと欲しいな。1欲しい、ちょっと。でそうするともう取れなくはなるから、もういいや、コントロール。ちょっと筋力余らしちゃったけど、タイピン取らなければもうちょい触れたと思うんですけれども、とりあえずコントロール上限4だな。コントロールが104。ほい。で、OK ですと、どこまでいくこれ。SS の2か。まあ、変化球がね、伸びてないしね、そもそも経験点1万前後だと、まあ、こんなものだよねと。いうところで、まあ、マントルはね、ちょっとまだまだ、練習が必要になりますので、もう少しね、いい感じで、作れるようになったら、また動画の方やっていきたいと思います。そんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。